お願いします自分との戦いです手を抜いてはいけないけど追い込みすぎてもいけないそこは日々の疲れやそのサウナ場の特徴によっても変わってきますから。 常に自分の体と相談しながら挑んでます。シングル嫌いです。15度が好き。しっかりアイシングしたいタイプなんサウナ返しが来ないように意識はしてます。 3セットがベストな日だとしても、2で終わるときもありますし、自分が有利になるように、カウントを整えてます。逆に、ここは追い込むときだと。そう思ったら、9行くときあります。 その時はダグアウトでヘトヘトですよ。僕はそう思います。